鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、君小玉は樹木に宿る精霊である。また、それが宿った樹木を小玉と呼ぶ。また山や谷で、音が反射して遅れて聞こえる現象である山彦は、この精霊の仕業である。ともされ、小玉とも呼ばれる。精霊は山中を敏章に、自在に駆け回るとされる。小玉は、外見はごく普通の樹木であるが、切り倒そうとするとたたられるとか、 人通力に似た不思議な力を有するとされる。これらの小玉が宿る木というのはその土地の古老が代々語り継ぎ守るものであり、また小玉の宿る木には決まった種類があるとも言われる。古木を切るとから血が出るという説もある。小玉は山の神信仰に通じるものとも見られており、古くは古地域にある木の神、九,九の地の神が 小玉と解釈されており、平安時代の辞書、和名類受賞には、木の神の和名として、小玉んの記述がある。源氏物語に、鬼か神か狐か小玉か、木根の鬼やなどの記述があることから、当時にはすでに小玉を妖怪に近いものとみなす考えがあったと見られている。怪花、獣、人の姿になるともいい。 人間に恋をした小玉が人の姿をとって会いに行ったという話もある。伊豆諸島の青ヶ島では山中の杉の大木の根元に祠を設けて木玉様、小玉様と呼んで祀っており、樹齢信仰の名残とみられている。また、八丈島の峰村では木を刈る際には必ず木の霊である木玉様に祭りを捧げる風習があった。沖縄島では木の生を キーヌシーと言い、木を切るときには、キーヌシーに祈願してから切るという。また、夜中に倒木などないのに、倒木のような音が響くことがあるが、これは、キーヌシーの苦しむ声だと言い、このようなときには数日後にその木が故死するという。沖縄の妖怪として知られるキジムナーはこのキーヌシーの一種とも、キーヌシーを擬人化したものが、キジムナーだとも言う。鳥山石縁の妖怪画集。 ガト百鬼夜行では、君と題し、木々のそばに置いた男女が立つ姿で描かれており、百年を経た木には、心霊がこもり、姿形を表すとされている。これらの樹木崇拝は、北欧諸国をはじめとする他の国々にも多く見られる。ありがとうございます。